ハブプロお疲れ様です。お疲れ様です。先日のハブカップお疲れ様でした。お疲れ様でした。参加していただいたありがとうございました。ありがとうございます。次はあれいつだよね。6月に、カエルパーティー、7月にカタクラダムで金物の宴。その時に気になるワードが、はい、カスミガエルでもいいかもよってなんか言っていて、はい、カスミガエルってなんぞやという。カスミのカエルね。カスミのカエル。カスミのカエル、はい。いますか今カスミのカエル、はい、この人がカスミのカエルです。ちょっとボリュームアップっていうことでいいんですか、はい、あのパッと見ちょっとこう分かりにくいかもしれないですけど、暴走ガエル、ここに今暴走ガエルいます、はい、この下にいるのが暴走ガエルなんですけど、はい、暴走ガエルが適合フックか使用フックの4番、はい、でカスミのカエルは適合フックが使用フックの2番になってます。でまあもともと僕はこの大きい屈する気はもともと全然なかったんですけど、はい、カスミガエルのスタッフからその暴走ガエルってどっちかというと動きがね愛字なんですよ。本物のカエルって泳ぐときに全部の足をピュッと伸ばしてスッと泳いでいくんで愛字なんですけど、やっぱカスミは足際で移動距離を抑えて丁寧に誘いたいっていう話があったので、作ったのがまあカスミのカエルです。でサイズもやっぱり水が濁ってるんでちょっと大きくしたいっていう、でボリュームアップさせてます。で一番の変更点はこう見ると分かんないんですよ。実は手が変わってます。あーはい、手の幅がかなり大きくなってて水をしっかり噛んで止まる。定点で使いたい場合はシンプルにこっちっていう感じで考えてる、はい、そうです。 あまりにもボリュームアップさせてしまうとやっぱり暴走でちょっと釣れにくくなってしまうので、はいはい、サイズを微妙に上げて水かみを増した。でもともとこの暴走ガエルもそうなんですけど、このカップ状のちょっと前傾してるカップなので、はい、口の部分なんでここの水かみは維持で、手だけ変えてフッキング重視のスリットは維持、あとは止めておいても勝手に垂れ下がってバスに対してアピールしてくれる足も維持。今手で持ってるだけでかなりビヨンビヨン、はい、ビヨンビヨン動き続けてます。ただこれ大きくして結構実は大変で、要は羽物みたいに水を噛んでこういう状況にねプロトでずっとなってたんですよ、はい、これがうまくいかなくてちょっとまあ塩を入れたりとかいろんなことをしてそのバランスをとってなるべくこう引っ掛りがいにくくにもして泳ぎが安定するように調整してるんで、まあ暴走ガエルの経験があったんで、まあ、かなり自信作には仕上がってます。順調にいくといつぐらいに点灯になるの？実は5月にやってます。あーでもまだまだちょっとありますね。だからカエルパーティーには多分全然間に合う。あまあまあそれはそうです、はい、まあハイシーズン前にはしっかりと各店舗に並んでっていう感じなんですね、はい、で実は去年の11月、春名湖が10月末で終わって、はい、房総に戻ってきて、表現が欲しいです。房総復活して、はい、実は豊洲ダムってカエルでめちゃめちゃ釣ってたんですよ、はい、ほぼこれです。それは暴走コアでやってくださいよ。やってませんやってくださいよ。ちょっとまあ開発中のアイテムで、これに関してはちょっとずっと隠したかったんで、あ、動画等も一切なしで。あ、そうなんですか。はい、ルアーメンも出さずヒストリーやってました、はい、じゃあ2023はもしかしたらそこら辺で今度実際にどう使うかっていうのをエンジンの動画群で見れるかもしれない。春の三島とかでちょっとやりたいなと思ってます。 あとはまあ三島豊洲はちょっとバスのベレージが大きいですけど、はい、亀山片倉でちょっとサイズがちっちゃい、はい、となるとそっちはやっぱ暴走ガエル、うん、でトイトガエル水系のベレージが大きいところだとカスミのカエル、うん、だからカスミのカエルって名前ついてますけど暴走でも全然使えるサイズ感。あとはぜひ野池で使ってほしい。はい、野池で少年がなんか5ポンドぐらいのフロールとかナイロンとかでピョンって投げて楽しく釣れるようなルアーに仕上がってると思うんで、はい、ぜひぜひ試してもらいたいなと思います。これは結構自信作です。ハブさん、ハブさん、はい、竿がいっぱい並んでるんですけど、はい、ちょっとこの流れでいろいろ最近のスペルバウンドコア事情を教えてもらってもいいですか。最近のスペルバウンドコア事情ですか。この前じゃんけん大会で1本もらったんですけど、インスタの
番手表記間違えてましたよ。 63MHSBHN って書いてたでしょ。違いますよ、当たったのは63HXHST ですよ。なんかインスタの写真のやつ。あ、やべえ、そしたら本編もダメかもしれない。あれあれ、すげえかっこよく作った。今今これ今どうなってるんですか、はい、スペルバウンドコア事情。ここまではもう去年リリースになってるやつなんですけれども、こっから全部、開発中アイテムです。ハイクラスってワードが最近なんかやたら出てくるんですけど、はいはい、ハイクラスっていうのはまずここにある SCHS、 あと SCHC で、この H がつくのがハイクラスなんですけども、はい、ハイクラスの始まりはまず5周年が去年出ました。あ、ありましたね、はい、はい、で、ここはブランクスにこう T1100G を使って、はい、エンジンハイセンスビティブランクスという、はい、まあ今までのものとは違いますよ。ブランクスも変えてガイドも変えて、ブランクスのテーパー設計も変えてますよ。より一つ上のスペルバンドコアっていうことだったんですけども、そこからさらに上がったのがハイクラスです。じゃあそのハイっていうのはこのエンジンハイセンシビティブランクスのハイから来てるんで、分かりやすく僕がハイクラスって呼んでる、積み上げさせてるような感じです。そうですね、今のフルネームだと、はい、俺は今聞いたばっかりなのに、はい、もう分からないです、はい、ハイスペースリーエロペース、はい、まあ、簡単に言うとハイクラス、はい、上のブランクを使ってるよっていう番手、はい、でハイクラスに関しては全てが全部低位制極地位ってわけではなくて、物によって、24トン、30トン、33トン、あとは M40X って言われる40トンを使ってます。でガイドも、マイクロベントスペシャルはチタンのトルザイトがついてますけども、はい、他はチタンの SICS とか、はい、そういう感じで、まあ、価格も今までのが2万5000円だったらこっちは4万円台ということで、まあ、いろんなものでちょっと一つ上のものになってます、はい、で特徴としては分かりやすいのは持っていただくと一番いいんですけど、ちょっと持ってみてください。これはだいぶ軽く仕上がってますね、はい、見た目が結構似ているから、はい、従来のスペルバウンドと、はいはい、持った瞬間ですね、あ、全然違うっていう。スピニングロッドで基本的に全て 80g 以下、70g 台と、マイクロベッドスペシャルが 67g、 あと今年の5月にリリース予定のロングサーフェイスは67だけど多分 68g とか 60g ぐらいで、まあ、とりあえずは、まあ、なんといっても軽さ、持った瞬間に分かる軽さですね。であとは、もうリグ別ロッドみたいな感じになってます。だから今までのがある程度汎用性を持たせたのにから真逆になって、このリグにはもうこの竿みたいな、よりこう今のブラックバス、まあ、令和のバス、はい、なかなかこう難しくなってきているバスを釣るために特化させたロッドです、はい、軽さのためにこういう部分も無駄なパーツを弾いて省いて、かなりレーシング仕様にしている。確かに見たことないし、あ、本当だ本当だ。ウェイトも少しずつ変えてるけど、全部自信作だと思うんですけど、はい、羽生くんが今一番マイクロベイトですね。あートルザイト乗ってるって言ってたやつ。今まで相当量のロッドをやってきましたけども、軽さ、感度、扱いやすさ、飛距離、パワー、アクションのしやすさ、全部のバランスが相当取れてて、ま、今よくできたなっていうのが、まあ、持った感じ、海よみたいな柔らかさ、軽さなんですけども、2500ぐらいのブラックバスも上げられるようなパワーちゃんとあります。まあ、これの開発の経緯がベビーライクっていうエンジンのルアーがあるんですけど、ベビーライクをノーシンカーでやるとめちゃめちゃ釣れるんですよ。はい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 。ただ飛ばないです。それをレンジの PE で飛ばすために作ったのが
この3です。で、最初はまだこれの開発を始めた時はまだライブサイトっていう文言があんまりなかったの、はい、だけど結局完成した頃には世の中ライブサイトが主流になっていて、ライブサイトにめっちゃいいサム仕上がっちゃったっていうのが、結局その軽いものを表層で飛ばすために作ったんですけど、マイクロホバスとか、あとはライブサイトの超軽量ダウンショットとか表層の釣りとか、そういうこういう超繊細にライブで見ながら操作する釣りにめちゃめちゃいい。でアクションさせられて、でも振った感じこんなの、こんな本当繊細なお先なんですけど、しっかりかかるし止まる。だから2キロオーバーとかかけると、なんだろうな、くの字に竿が曲がります。そんなロープ、本当にまあ令和の竿っていう感じのロープ。なるほど、はい、いいキャッチコピーですね、はい、それをちょっといただきで、ね。そう、なんか最近本当房総でもどこでもなんか一匹にたどり着くのが本当大変になってきたなって印象があって、そういう時に持っておけば何かしら坊主逃れして帰れるよっていう、はい、だからあとはスモールのダウンショットやったり、砂地のライトキャブやったりもするし、はい、まあでもやっぱり今のライブスコープ、メガライブ、はい、アクティブターゲットについてでやり込んでる人たちが、はい、さらにそれを活用するためのロッドみたいな、みんなちっちゃいワーム、まあ、ライフ、ウィンウィンライフ、ライフ 1.5 みたいな持ってると思うんですけど、はい、それをさらに活躍させめるためのロッドに細いピンを合わせてくださいねっていうのがコムサです。いやー、なんかどんどん資格がなくなってきてますね、なんか本当何でも揃うようになってきちゃったんだよな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。ポケット閉まってからポケット閉まってから、じゃあ用意スタートで行くんで、行きますよ。行きます、行きます。3、ちょっと待ってください。3、2、1、はい。皆さんこんにちは。ようやくまた釣りの展示会が始まりました。ディーパーブースへようこそ。この3日間で改めてディーパーのいいところ、悪いところをご紹介させていただきます。ぜひ見てください。今年の目玉商品というのはディーパーチャープ2というモデルです。3つの周波数、急速充電、1センチのものを認識できますので、すごく綺麗な綺麗に魚が映ります。ぜひお試ししてみてください。はい、